こんにちは、菅野です。今日はですね、ライブタオルをオリジナルで高品質に作る方法、これをね、説明させていただきたいと思います。やっぱクライアントさんからね、こんな感じのデザインのが欲しいよっていうことで、よく、相談を受けると思うんですけども、やっぱり一番高品質にできるのは、この染料プリントなんですね。で、これはどういうふうな特徴があるかというと、やっぱり、汗水がいいっていうのと、綿本来の柔らかい風合いっていうことですね。ですからまあ、ライブ会場で買って帰って、さあ使いましょうって言ってガチガチのタオルっていうのがあるんですけども、そうじゃなくてこれは柔らかいです。すぐに汗を吸いますので、綿本来の柔らかい風合いでいけるんです。本当タオルらしいですね。で、こういったタオルを作るとなると、やっぱ染料プリントっていうのが一番大事なんですね。で、その辺の作り方っていうのは、やっぱりその工場によって得手不得手がありますので、その辺熟知している我々にご相談いただくのが一番間違いない作り方やと思います。この動画終わりましたらこのフリーダイヤルが出てますので、そちらの方からぜひね、私どもに問い合わせいただくか、ホームページから問い合わせいただく、これが一番手っ取り早くいい方法やと思いますので、ぜひ気軽に相談してみてください。よろしくお願いいたします。